ハーガソン、今日結果残せるかどうかでかいね。そしたら出さない方がよかったら言われるわな。ね、結構あれなんですよ、あのファーガソンってああいう風に手前でシュート打ちたがるんですけど、実際にファーガソンにやってほしい役割ジルーなんですよ。あれファーガソン奥行ったら手前のスペースあっから後ろから入ってきたり、三笘がファーからギューンって中入ってくるっていうジルーとエンバペの関係ができるんですよ。でもファーガソンって自分で決めたいからゴール前入っていかないで、結果あのチームも決めれないし自分も決まんないってなる。ファーガソンってメンタルが結構フォワードじゃないっていうか、味方に預けた後ゴール前行くよりも外側回ったりとかする。そうファーガソンデコやりたがんない。であれはもう元々の性格だから、ここから治っていくのか、それが必要っていうに言われるのか。でこれは結構治んだよね。中盤型の選手フォワードを使ってこれが大事なんだよって言って、点決めてない時も即評価してたらそういうのやるようになった選手もいるし、シビーシディゼルビーのもとで味方加速させるような落としでき始めたら本当新たなジルー見れるかも。うん、だ今後だよね。だってファーガソンむちゃくちゃ若いっしょ。ファーガソンやっぱトップ下タイプの選手だね。でもね、まあ組み合わせで言うとね、ゼロトップタイプのファーガソンに、多分ファーガソンゼロトップタイプって認識されるのまだ時間かかると思うけど、世間的に。ゼロトップタイプのファーガソンに飛び出すタイプのマーチだから。で、ラナーノもリバプール時代はそっちの選手でね、今はすごいなんか落ち着かせるタイプになったけど、両方できるだろうし、三笘もどんどん出てくし。っていうか今日三笘めっちゃ出てくからさ、そこが合ってるんだよね。ファーガソン降りる、三笘とね、マーチ出てくっていう。で、ファーガソン結果残したな。